暮らしの手帳は、日本の家庭向け総合生活雑誌。格月間。発行は、東京都千代田区内神田にある暮らしの手帳社。2020年1月発売の、暮らしの手帳第5世紀4号より編集長は、北川しおり。1946年、花森康次と大橋静子が、衣装研究所を銀座八丁目のビルの一室で設立。ここより刊行された。 スタイルブックが前進。1948年9月に期間、美しい暮らしの手帳として第1号が創刊される。1953年12月の第22号から雑誌名を現在の暮らしの手帳に変更。1954年の第26号から長く目玉企画となった商品テストを開始し、1956年、婦人家庭雑誌に 新しき形式を生み出した努力について、第4回、菊池博賞を受賞。創刊以来、期間であったが、1968年2月の第93号からは、各月間に変更されて2019年現在に、至っている。発行号数は1 0号ごとに、第 N 世紀特分されているが、これは、初代編集長、花森の、1 0号ごとに初心に立ち返るという意味合いが、 込められている。2019年7月発売後からは、第5世紀に突入する予定である。主な内容は、家庭婦人を対象としたファッションや飲食物、料理、各種商品テスト、医療、健康関連の記事や、様々な連載記事や、読者投稿欄等がある。また、雑誌のすべての部分を、自分たちの目の届くところに置いておきたいという理念から、広告は、 外部からのものは一切受けず、自社書籍についてのみを扱う。商品テストは高度成長期の日本の工業製品の品質改善のきっかけともなった。石油ストーブから出荷させたテストの際、初期消火はバケツ一杯の水で可能と主張し、毛布を被せよと指導する東京消防庁と対立。消防庁消防研究所での実験の結果、 暮らしの手帳の主張が正しかったことが証明された。戦術の通り、雑誌のすべての部分を検持するため、花盛泣きあとも、レイアウトや、印刷手法に至るまで雑誌そのもののスタイルを守って、きたが、2007年2月1日発売、第4世紀26号、通勘376号より、文筆家、書籍賞として知られる、松浦や太郎編集長に迎え、 現代的なスタイルを取り入れ始めた。編集長交代と同時に、本市の名物であった商品テストの記事を人手とコストがかかるなどを理由に、同号を最後にして中止した。2015年8月20日付の80号から、松浦八太郎の公認として、沢田康彦が編集長に就任。松浦編集長時代にはなかった政治的な記事が増えた。かつては、 東京の六本木に暮らしの手帳、別館というショールーム的な施設を保有、公開していたが、現在は閉館している。2016年度前期放送の NHK 連続テレビ小説、とと姉ちゃんは本市の創業の軌跡をモデルとしたフィクション作品として制作された。この年、6から7月号では、全身のスタイルブック層看号1946夏。 復刻版が8から9月号では美しい暮らしの手帳を相関号のより抜き復刻版が続けて特別付録となった。ほか、ありがとうございます。